やっほー今日はあれ今日はさよならまおりさん、みんな見てね。新年一発目、なんか運勢がどうたらこうたらいうやつなんですけど、出てると思うんで見てください。確か出てるはず。ぜひよかったら運勢のやつなんで見てください。さあ、私が出てるけど使われてるのか知らんけど、危ないけどいけた水が危ない。あ、水かきバリバリましたったって。いや映ってるはずじゃない、いや映ってるはずじゃなくてあれのはずないけどな、分からん。でも確かに一発目のやつの収録は参加したから、参加したはず。にゃっいけるでしょう。あとこれも見てくれみんな。ロガールチームメイト活動休止中特番のやつ、これ一発目私たちこのメンバーです。なんかみんな出れるようにしてくれてるらしくて、一応みんな多分ほとんどのメンバーが出れるようにしてくれてるらしい。で一発目が私たちっていう、これよかったら見てください。懐かしい。エモかったです。エモかった。エモ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 って感じでした。昔やってました。めっちゃ懐かしい。そう、昔やってて、昔懐かしい人たちとか久しぶりに見た方々にお会いしました。なんかやっぱ最近全然会ってなかった方々とか、もう何年ぶりに実際に顔見た方とか、そうめちゃ懐かしかったですね。エモーショナルでしたし、この写真を見てもらったら分かると思うんですけど、T シャツがエモいなっていう、もうすでにこの T シャツがエモくないですか。私たちチームメイト一番最初の衣装がT シャツ短パンだったんですけど、各県のそうそうなんですよ。めちゃくちゃエモーショナル。見てください、ぜひぜひ。うんうん、今日は誰が同時視聴配信とかするんですかね、出てるんですかね、そういうの。帽子よく似合うだって、ありがとう。そうなのですよそうなのですよですよ。そうなのですよですよですよなんですよ。あくび止まんね。うん。あくびが止まらんですね。そういえばゆうな、ブルーロックさ、やっとさ5話まで見たわ。まだ全然あるんだけど、12話までだけさ、半分やばい。いやなんかこの間それこそ実家帰った時に行きとかずっと見とったんよ、暇だったで。そう見とったんだけど途中で寝てしまったでな。結局5話までしか見てないけど、いやめっちゃおもろいわ。ブルーロックいいですね。うちはもうあの人がイチゴにしか見えないけど、オレンジ髪のさ、一発目の試合した時に負けたけどさ、シュートをさ決めた男の子おるやん。マジで全然名前がさ一致せんのんだけど、おるやん。あの子がもうイチゴにしか見えんくてさ、そうめっちゃ似とるやない。ちょっとねキャラ名は覚えてません。覚えろっていう話なんですけど。あでもチェンソーマンもめっちゃ面白かった。12話戦い、日本なんだっけ、刀の悪魔か日本刀の悪魔かなんちゃら刀の悪魔か、悪魔が悪魔のやつ。うん、めっちゃ良かったわ。なんか目がさぐるぐるんってなってさ、シュンってなるのかっこいいよね。なんかああいうゾーンに入ったやつ好き。なんか黒子のバスケとかもそうやし、でなんかああいうゾーンの描き方あったアニメがあったんだけど、知ったけど、なんかそういうのがいいっすね。チェンソーマンもめっちゃ良かったよ。いやーマジであきくんかっこいいわね。私はやっぱりあれだな、おしめはあれだ、やっぱりあきくんと、あとあれもう名前マジで出てこん、いつも出てこん、あれパワーちゃんとデンジ君の指導係してくれとった津田さんの演じられてる方、めっちゃ強い人。なんか渡辺さんみたいな名前だったっけ、違うっけな。そうなんかが好き。でも一番好きなのはやっぱあきくん。マジであきくんは本当にかっこいい。顔もかっこいいし、なんか全てがここ岸辺だって。マジで本当にかっこいいって、綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗。いやー。涙は美しかったしねえ、やっぱあそこのさ、ゴーストの悪魔のさ、手がニョキって出てきてさ、パッってタバコ出す、あれはマジでよかったね。うちさ、女の子のキャラだったら意外に姫野さんが好きだったんよ、実は。だけど姫野さん死んじゃったからさ。でもなんか次に女の子のキャラがだったらパワーちゃんかな。パワーちゃんはなんかシンプルに可愛い、なんか妹って感じ、デンジ君の妹って感じ。パワーちゃんも好きだし、意外に天使の悪魔も好きかも。あれ女の子なんかな、知らんけど。天使の悪魔ちゃんも好きだし、あとあれも、いやみんな好きよ意外に。あれも好き。なんだっけな、名前忘れた。なんだっけ、暴力の悪魔だっけ、なんちゃらの悪魔。お面つけてる、めっちゃ力が強いだけ、ガスの出るマスクつけとるあれ。うんでも一番はあきくんだな。やっぱあきくんが一番かっこいい。あきくんがかっこいいんだけどね。いや本当に。でもチェンソーマンはマジで推し作ってもいいことないからマジで推し作っても本当にいいことないから、もう本当に嫌だ話が、でも話おもろいんだけど、めっちゃ難しい。チェンソーマン話がむずない？難しいだし、もう推し作っても本当になんか推し作ったら辛くなってしまうので、なんか推しは作らん方がいい気がする本当にもうやだ。そうなの、むずいよねあれ。考察が上手い人だったらいいかもね。なんか考察がうまいっていうか、考察が好きな人とか辻褄合わせ好きな人とかだったら好きかも。チェンソーマン難しいんだよね。私みたいになんかいちいち書いてくれんと察せない人間からするととても難しい。ちゃんと理解しようと思うとね、すごい難しい。めっちゃ読み込まないとむずい全部書いてくれとってさ、こう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 みたいなだったらね、バカでも分かるんだったらあれなんだけどいっぱい10の悪魔とか大嫌いなんだけど、ち10の悪魔とか本当に無理だってまたいけない。あきくんのさ、あれだもん、なんだっけ、あきくんのなんだっけ、復讐相手なっていたいのかな。いやでもほんとマキマさんって死ぬほど強いんだなって思う。なんかさ、その最新号がどこまでいってるのか知らないんですけど、マキマさんってさ、倒せるんかな。私ね、漫画もね、ぶっちゃけね、今ね5巻までしか読んでなくて、アニメとほぼほぼ一緒なんですよ。そう、アニメとほぼほぼ一緒で進んでる感じが、まあそういう風にしたんだけど、そうまだね5巻しか行ってないから、アニメと割と同格だけど、もうその先まで知ってるっちゃ知ってるけど、うんいっぱい出てくる。だってうちあの悪魔強いなとか思ったけどあれだったじゃん、ちょっとネタバレになるんだけどさ、知らない人からするとさちょっとあれだけど、あの悪魔わかる？あの悪魔いやもうネタバレ、あでもこの悪魔出てくるよんないか、あなんだっけ、何の悪魔だっけ、忘れちゃった、あれ誰だっけ、暗闇の悪魔、そんな悪魔あったっけ、暗闇の悪魔だっけな、いるよねそんな悪魔、あれ強いなとかって思ったけど、あれいないっけそんな悪魔あ闇の悪魔か、うんいるよね、あれ強いなって私思ったけどいやマキマさんってマジで強いんだって思っちゃった。うんなんかさっきから視界にさなんかずっと入ってんだよね、なんだろうわかんない、まつげだかな、でもとりあえずマキマさんはあんま好きじゃないわ残念ながらやばい、マキマさん推しすごい多いんだけどな、私はアキくんが好きでーす。マキマさんのパワーちゃんってやたら似てないですかって、ああ似てるってこと、顔が似てないよ、私パワーちゃんの方が好きだもん。マジでさまつげがさほんとところどころ抜けまくっとんだけど、やばい抜けまくっとるし、なんかめっちゃまつげね、見てほら見てほら生えてないのところどころ、しかもめっちゃまつぱ当てたせいで癖がやばい、まつげの癖がやばい、もう最悪やわ。私はあきくんが好きいやでももうあきくんが好きやけど、いやもうネタバレになるから言われへんわ、だってみんながみんなね見てるわけちゃうから、あー言いたいけどね、いやマキマさんは強いてマジで、なんであんな強いんだ本当に。あきくんの寿命短い、2年でしょ、あともって2年、あともって2年なのよあきくん。姫野さんがあきくんは死なないでねって言ったんなに。いやでもあきくんマジでね仲間思いですし超かっこいいよ、だって天使の悪魔ちゃんって触ったら寿命が吸い取られるわけよ、だけど普通に布貸しだったらいいでしょみたいな感じでさ普通に渡すし、その後にもちょっとマジであるんよ、かっこいいシーンが、まあそれは楽しみにしといて。エンディングは何が好きやった、エンディングか、私エンディングだったら何話だっけな、ちょっとっていうかね、ちょっとね音楽はマジで覚えてないんだけど3話か2話か、いや聞けばわかるんよ、聞けばわかるんよ、3話か2話かなんだっけな、3話マジでいやすっごいめっちゃハマって超聞いてたのは、でもねやっぱ最初の頃の方が一番聞くね、3話と、これ何あれこれザッキってチェンソーマンだっけ、ザッキか残り機か分からんけど、これ2話だったかな、3話のやつもめっちゃ聞く、これ2話のやつだったかな、ちょっと何話のやつだったか分かんないわ、覚えてないんだけど、あと最近のやつもめっちゃ好き、最近のさエンディングピクシャはねえゴーストの悪魔が急に出てきて微笑んでくるからさマジでびっくりしたんだが、これだ、あれだ、イブさんだ、最終話って、残機か、2話だっけあれは、好きだし、この最後につながっとるさ、みんながわちゃわちゃってしてさ、最後ほらあきくんのさこの喫煙シーンにさやるやつあるじゃん。これ12話ってイブさんだよね確か。これも好き。あ、そう、ファイトソング、これも好きだし、あとこれ11話だったかな、ちょっと待ってね、何しろかにしろね、ちょっとわけわかんなくなっちゃうんですよね。こうエンディングが毎度毎度違うとなりますとね、本当によくわかんなくなってくるのよ、我ながら。あ、この11話のエンディングも好き。このなんかこの映像もマジで好きなんだよな、この11話のやつ。あとはちゃんのやつ、今めっちゃ TikTok でバズっとるよね、あのちゃんのやつ。なんだっけあれ、なんちゃらかんちゃらってやつ、ちょっと忘れちゃったけど、あのちゃんのやつ TikTok でメンバーもさよくさ踊っとるよね。見た？結構メンバーさ TikTok でさ踊っとるよね。しかも楽曲もめっちゃ使われてるし、そうあれなんだっけな、タイトル名わかんないや。でも「ゲロ中」っていうタイトルではないはずなんやけど、なんちゃらかんちゃらなはず、ちょっとタイトルわかんないや。でもねあれも好き。そうそう「中多様性」、それも好きかな。私は結構が好きだったかな。そうが好きだったかも。私はねエンディングはこんな感じです。マジですごいよね、だってこんだけ有名な人たちをエンディングに毎週毎週違うの使って、しかもそのエンディングのためだけにそのアーティストさんはさ、まあ歌うわけじゃない、歌って、まあ、曲作って歌詞書いてみたいなしてで MV も作ってで絵も描いて、どんだけたくさんの人が関わっとるかっていうか、どんだけめちゃくちゃお金かかっとるかっていうぐらいマジで豪華だった。本当にマジで豪華すぎて、本当に最近のアニメはなんか力の入れ具合がもう異常すぎて、なんか本当にこんなのをタダで見させていただきまして本当に大変恐縮でございます、ありがとうございますっていう感じですね。はい、そんな感じで、じゃあちょっと今日はこの辺にて終了にいたします。めちゃくちゃ急に終わるやんって思ったでしょ。そう、急に終わりましたね。急に終わってしまいましたけど、皆さんぜひ今日の「さよなら毛利さん」見てください。じゃあランキング読めます。13位キリアさん、12位ときたぴさん、11位ちかいしーさん、10位リッチーさん、9位ワイワイさん、8位パパちゃん2世さん、7位カズさん、6位ジュリーさん、5位あきひこさん、4位ザック1973さん、3位おかやんさん、2位ナッティさん、そして今日の1位はつーちゃんです。明日のイベント楽しみにしてます、だってありがとうございます。はい、というわけで、明日ねサンリオネのイベントありますので、来てくださる方はそちらのイベントの方でお待ちしております。アメパさんかなで配信もありますので、もし来れないとか当たらなかった人はアメバさんにてぜひ見てください。はい、というわけで、あとねドラクエもね今やってるんで、私もね一生懸命クエストみたいなのにてレベル頑張ってあげてます。言うて今レベル9なんですけどね、めちゃくちゃ低いけど頑張ってあげてるんで、ちょっと私もよく分からんですけど、あとなんちゃらかんちゃらください、なんか送ったら嬉しいみたいなやつ、私に送られたら嬉しいみたいなやつ、ぜひ待ってます。あ、ドラエグでしたドラエグですね、すいません。待ってますんで、よかったらどうぞ。ちょっと私もマジで全然理解できてないの、頑張ってどうにか理解したいと思いますそんな感じかな。まあキンキンだと明日ですね。そうサンリオね、みんな忘れないようにね。はい、てな感じです。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日の配信でお会いしましょう。明日は帰ってくるのがメタンコ遅いんですよ。終わるのも遅いんですけど帰ってくるのもメタンコ遅いんで、できれば朝やりたいけどわかんない。やりたいよ、どうにかやりたい。なんで皆さん明日は朝やります。10時半ぐらいかな、10時半前後ぐらいにやれたらなっていうふうに思ってます。ちょっと夜はね、もう帰ってくると多分めっちゃ遅いんだと思うんだわ。多分23時とかになっちゃうからちょっときついんで、それはさすがに、なので朝やってもう安心安全の状態でイベントに臨みたいなと思いますね。10時半前後って思ってもらってたらいいかなです。じゃあ皆さんまた明日、バイバーイ。